パートソングは合唱曲の形式の一つ。世俗的な歌曲として書かれるもので、多くの場合は、混声合唱のための楽曲となるが、男性合唱、女性合唱のための楽曲も存在する。マドリガーレのように対方的なものではなく、大抵の場合主として、最高音部が旋律を担い、他の西部が火星を担当するというホモホニックな形態をとる。 パートソングは特に伴奏楽器が明示されない限りはアカペラで歌うことが意図されている。イギリスにおけるパートソングはグリーの前身となる形式や、とりわけメンデルスゾーンの合唱音楽の影響下から出発し、次第にそれらと置き換わっていった。このことは多くがグリークラブよりも大規模な団体であった19世紀の合唱協会の発達とも関係している。 パートソングを初期に作曲したイギリスの作曲家にはリチャード・スティーブンスやヘンリー・スマート、シェイクスピア作品への作曲で名声を得ていたマクファーレンなどがいる。20世紀への変わり目頃になるとパートソングは最盛期を迎えパリー、スタンフォード、そしてエルガーが中心となり同時代または過去の時代のイギリスの詩の傑作に対して厳粛な楽曲をつけた。 さらに時代を下ると、ボーン・ウィリアムズ、バントック、バックス、ホルスト、ブリテンなどがこのジャンルに主要な作品を残している。パートソングの発展は、形式的な複雑さが増したこと、対位的要素を含むようになったことによって特徴づけられている。イングランド、スコットランド、ウェールズ、アイルランドの伝統的な民謡を現代において編曲するのに際して、 パートソングの要素をうまく利用した例も見受けられる。ありがとうございます。